ついてるよ。ミャンマーに食べ物の美味しい食べ方を教えます。材料はどら焼き、水です。カルピスウォーターという名の水です。これは中身は冷水です。こちらドンハッピーというハチンコ屋さんの冷水でいただきました。どう食べたら美味しいかというと、マジです。粒あんという甘い甘いものを食べます。うん、うまい。これでここに余韻で残ってる湯に水で流し込む。ワン、ツー、スリーですね、はい、これが美味しい食べ方です。超美味しいです。このどら焼きがブラックサンダーでもすごい美味しいです。ブラックサンダーが一番美味しいです。ワン、ツー、こんな感じのコンビニに行きます。ワン、ツー、ワン、ツー、美味しい。何ですよ、ブレちゃん。うん、何ですよ。美味しい。ワン、ツー、ワン、ツー。喋れないで、喋れないで、はい、ワン、ツー、ワン、ツー、ツー。あー、すいません。すいません。うまい。これに水を少し残していて、卵をすると幸福度が投射器、投射器7倍に増します。7倍この7分11分。ちなみに何か流出したんですけど見つかりました。1時間後に来ました。10分、はい、10分、はい、ああ3分23秒 4分で分はい4分でついてるから4分、うん、はい30秒前、はい、あっ大変ってあれは何したあれ何だ15秒前、はい、10秒前、はい、3、2、食事をするときに手を合わせます。ありがとうございます。
袋をいただきます。はい、はい、どうも。これで僕並びました。はい。だって、ほら、大体この業界、この業界の人って、食べるときは、足1回取って、食べれるのが当たり前ですよね。で、食器もパン、その辺、この辺ポイズにして。そんなやつが、例えば神様がいたすると、そんなやつが、この礼儀悪いやつが、礼儀悪いやつに、助けられないと思わないじゃん、普通に精神的に。合唱して、礼儀らしくして、挨拶に正しくして、礼儀らしくする方が、神的に、あ、これいいやつじゃん、って、助けたくなるのが、別に神様かもしれなくても、普通だと、僕は思います。以上です。ありがとうございます。はい。